さあ、今からなんですけども、引き続きね、福田空プロにちょっと一個ショットを教えてもらいたいなと思うんですけども、はい、今さっきはね、もうエクストリームフォアストロークをね、ちょっと教えてもらったんですけども、いや、皆さんも見たらわかるでしょ。もうすごいんですよ。次にドクター巨頭が肌で感じたすごいショットって思ったのがサーブなんですよ。サーブの、まあ、理論、はい、どうやって打つのかとか、どういう風な体の使い方をしているのかっていうのをちょっと軽く、はい、教えてもらえたら嬉しいなと思いますので、はい、ちょっとサーブを教えてもらっていいですか。まず一つ意識していることって何なんですか。一つ意識していることは、はい、僕の一番悪い例として、はい、強く打とうとするとどうしてもやっぱりトスが前に上がっちゃう、はい、トスが前に上がっちゃって体も先に折れてってなると打つときに面が上向いちゃうわけ、はいはいはい、どんなにいいサーブを打とうとしてもアウトしかしない。ああ、なるほど、はい、ロングしかしない、はい、でもそれでもまた向きになってやっちゃうんで、なるべく体まっすぐ、はい、でトスも頭の上の近く、頭の、はい、なるべく上の方で投げれるようなっていうのを意識してます。これあれですよね、なんかこの前YouTube で上げてたんですね。なんかちょっと喋ってこう、こういうこと今意識してるんだっていう、もしね、興味あったらそっちも見てください。そうです、はい、で僕のサーブもそうですけど、松井さんのサーブもあるんで、はい、ぜひ見てもらってください、はい、なんで、今飛んだらダメですよ。今飛んだらダメですよ。今こっちですよ。今からちょっとサーブをちょっと打ってもらっていいですか。ぜひ。いいですか、すいません、はい、お願いします、はい。これね、僕の目から見てなんですけど、はい、足をこう使うじゃないですか、はい、で足を使っていって例えばこう寄せる、はい、曲げるっていう足の位置ってどれぐらい曲げてとかどれぐらい込んでとか、はい、前足なのか、はい、後ろ足なのか、どこにバランスがあるのかっていうのを教えてほしいですよ。分かりました。僕はですね、はい、この時に僕は足をつけるタイプなんですけど、こう寄せるタイプなんですけど、はい、その時に僕はなるべく右足に左利きなんで重心がいっちゃうと前に倒れちゃう。なので左足重心で左足を結構曲げて左肩を下げるようなイメージやってます。ちょっとだから体の向きで言うとこうなってるような向きのイメージ、ね、足も全体的に。いわゆるこう現代版トロフィーポーズね。そうです。昔ながらのトロフィーポーズでこう前足でこういうイメージで、今のトロフィーポーズってこうなのね。そうっていうことですね。軸足側が強い。こっちに保ってるような。軸足で蹴る。軸足で蹴るときは上じゃなくて斜めに前に蹴る。なるほど。こう力を。そう。やっぱり相手は前側に。でこっちになって斜め前に飛ぼうとしても飛べないんですよ。倒れるじゃない。だからこうなっちゃう。なるほど。だからジャンプもできなくて低いところで打っちゃって余計にもうアウトしちゃうので、だからなるべくこっちに意識してるとコストがここにあるの で、はい、で自分も行こうと思っても飛べるんですよ斜め前に。だから高いところで打てるっていうのが一番の点かなという。あ、そういうことなんですね。思います。これで足の使い方がある程度分かったんですけども、はい、次はみんな気になるところ、どうやって当ててるの、はい、これね、絶対に気になる人が多いと思うんですよ、はい、もちろんフラット系、スライス系、スピン系っていうのはあると思うんですけど、はい、簡単にフラットをちょっと教えてもらいたいんですけど、はい、どういう風に当ててるか教えてもらっていいですか。フラットもスライスも多分同じような感じのラケットで動きなんですよ、はい、っていうのもラケットがまっすぐこう当たっちゃうと、はい、あんまりパワーが正直出ないんですよ。あ、なるほど。
こう振りになっちゃうんです、はい、僕はなるべくちょっと曲げてる状態、肘ももちろん曲がちょっと曲がってる状態、はい、伸びきっちゃうとどうしても力が入りづらくなっちゃうので、まあ、ちょっと曲げて、でラケット面もちょっと曲げてるぐらい、でこっからセンターの時はまあフラットもストライクもそうなんですけど、こっからワイドをこのまま出す、こっからセンターっていう感じです。でこうやっちゃうとワイド、センターはこうなっちゃう。なのでこう手を伸ばすという意識よりも少し余力があるような、そうです、だから振り切った状態になって当たるっていうよりはトスを上げる、こっから自分がこの上げたトスに対して落ちる前に向かいに行ったという。なので打つ時に多分こうなる。当たる場所ってどこに？僕はまあこうなんです、はい、ここら辺に意識して、面に対して少しまあ左上、ちょっと左上、右利きの方だったら右上っていう感じになってます。でこのままワイドの時はこのまま振れば押せばフラットですし、最初の時はちょっとこう切ってあげるようなイメージ、こっから当たったらこう巻くと言うたら巻くというか、もうそのままもうスライドさせてあげたら、まあ、勝手にこうなる、こう当たってるので、もうそのままスッと打てばもうスライスになっちゃうんで、ちょっと打ってみます、はい、今の道具対決等が足から何から表現できているのかをちょっと見てもらって、はい、ですね、ちょっとアドバイスをもらっていいですか。はい、はい、ます。ケト、はい、無理あ、左は無理あ、左は無理、あ、ちょっとどうしても感化されてちょっと左で一回打ってみたいなと思います、はい、結構まだ前に飛んじゃって、もっとこっち側に、で僕の今ラケットを置いたぐらいで着地点できるようなぐらいでイメージ、あ、いいですよ、こういうイメージ、めちゃめちゃいい、今めちゃめちゃ良かった、今見ましたよ皆さん、今の、どうしよう、あれちょっとどういうこと、お、いいじゃないですか、OK ですか、めちゃめちゃいいじゃん、ありがとうございます。いや、これね、ちょっと視聴者の皆さんちょっとなかなか伝わりづらいと思うんですけど、今ドクターケトーの感覚として持ったのは、はい、もうちょっとバランスをイメージしたんですよ、はい、いわゆるこう前に行こうと意識がやっぱ強くなってしまって、やっぱ上半身はこうくの字に折れ曲がってしまう、そうような状態になってたので、結構打つ時にもう保つ意識、はい、で今振ったらめちゃめちゃラケット走ったんですよ。僕のイメージとしては、はい、ラケットを体で無理やりこう力を得て振るんじゃなくて、ラケットを優先なんですよ基本的に。体はもうバランスで保って、はい、あとラケットがスムーズにシュッとこう走るような感じで、はい、割とラケットがスムーズにより速く力を入れてるより、体全体力を入れてるより速く振れるので、はい、スピードが上がるので、はい、皆さんぜひちょっと意識してやってみてください。でやっぱり日本人の教え方とかって、別に日本が悪いわけじゃないですけど、イメージとしてやっぱサーブを打つにあたってこう前に行かないといけないっていうのが強いじゃないですか、はい、やっぱそれがちょっとね結構覆ってきたのかなと。そうですね、ですよね、前に遠く飛ぶのはいいんですよ、はい、あ、これここに飛んだとしてたけど、はい、じゃあ相手がいいリターンを深いところに打ってきた場合、はい、対処ができなくなっちゃうんですよ。せっかくいいサーブ打ってももったいないわけです、はいはいはい、なのでなるべくベースラインより、はい、近いところでフィニッシュして、例えばここで終われば、例えばここに来ても、まあ、ちょっと下がってバックこう打てるわけです、はい、サーバーのボレーはまた別として、ストローク、サーブからストロークする方はなるべくちょっとベースライン付近に着地できたらいいのかなと思います。いや、すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。今回サーブね、こうやってやってもらったんですけども、これからちょっと道具だけどもサーブが今めちゃめちゃ気持ちよくなったんで、はい、ちょっと練習してぜひ本当に速
対戦をねまたしてもらって、はい、あのシングルスもですけどダブルスもねまたちょっと境ダブルス日記って名前でもダブルス書いてますからちょっとダブルスをねちょっと一回してもらってぜひ組む側で組む側で僕が用意するんじゃなくてどっちもやってもらってね、はい、あのできればいいかなと思いますので、はい、ぜひ、これからもよろしくお願いしますこの動画がね良かったと思った高評価とチャンネル登録よろしくお願いしますそしたら終わりますご視聴ありがとうございましたありがとうございました。